さんこんにちは、キャラメルちゃんです。今日は宮島に行きます。どこ？ここ。はい、お金を入れてください。どこ？どこよ？あ？うん、もうちょっとした。今度はここ大人1人と子供1人でここお釣りも取ってください。お釣り取ってもらおうかな。ここにね、ここに入れてもらう。そうそうそう。取れる？うん、取れるよ。あ、それ取って。これこれ。こうだもん。こっちが登る人だ。こっちが降りる人。そうそう。こっちの方が狭いって。うん？手伝えるって大丈夫？大丈夫？電車が出るぞ。ドアにお気をつけください。入って。ドアにお気をつけください。階段。やったで。これだね。次は小麦粉の匂い。小麦粉の匂い。パンの匂いってこと？まだちっちゃい毛残ったのはどっちからパンの匂いがする？もしなくなった天気だった。次は焼き鳥の匂いがする。この焼き鳥の匂い食べ物の匂いばっかりする。もう焼き鳥の匂いがなくなった。なんでご飯の匂いばっかするんじゃない？お腹空いたんじゃない？もしかして本当は早く寝るのかね？早いよ。え、でも遅いよ。遅く見える。本当は早いんじゃない？君はタッチ。どうやって乗る？どうやって乗るのかね？あ、あれを下ろして乗るのか。向こうに着いたら何してみたい？あ、お菓子からもらったもんね。あれで牡蠣食べよう。僕も宮島に来てよ。かわいいじゃん。お父ちゃんが持ってるの忘れとった。持っとるよ。お父ちゃんが持ってるのね、忘れとったわ。クッキーが食べたい。はい、ありがとう。ありがとうございます。もみじまんじゅうの匂いがする。もみじまんじゅうの匂いがする。カキはどこだ？宮島に着きました。これから何する？カキを食べようか。カキ食べたい人。はい。よし、行こうか。グラタンも、うん、飲んで、こっちも大好き。ああ、そうか。見てこれ、この階段はしんどそうじゃね、上がったら腰が痛くなる。腰が痛くなるまだ大丈夫やろ子供じゃけこれ知らんだろ。ドラゴンボールでしょ。あ、よう知っとるね。ちょっと見たって。あ、ちょっと来て。ミルクプラスがある。これはファイル。何これ。あ、これ。見て。四時まんじゅう。ほら、プリントに出たら出るもん。可愛い。欲しかったもんじゃ。無理。可愛い。この前ね、6歳の誕生日の時にプリッツに行ったらあれデルブン買ってもらえたじゃん、あの枝の。そうだね。あれが壊れたって。あ、壊れたの。あ、ブレ玉が上におる。プリッと出るやつがいい。うん、かわいいって。次のお店行ってみようか。これ何味？これはね、チョコレート味。これは？これはクリーム味。あ、それはチョコレートで周りが覆ってあるよ。これがいい。これ買いたい。じゃあなんだこれ。100円。100円。え、何と何とか何？100円あったら買えるよ。100どれ100。もっと100円。これ。これが100円。これと。それだけで大丈夫よ。じゃあそれでいくらする？じゃあいくらする？これだけ？そうよ。自分の金がだいぶ。3455円でございます。ありがとうございます。買ってもらおう、買い物してもらう。え、父ちゃんも一緒にやる？うん？父ちゃんも一緒にやる？一人でやったかな？え、なんだよ。大丈夫で、一人でそれ出したらできるけど、お買い物してもらう。やつで？はい。マルシャスこれからは出す。そうよ。これください。はい、すいません。これで。テープでもいいですか？それ持っとってくれる？入れたもいいこれ。いいよ。あ、そこに座って入れようか。食べていい？はい。いただきます。まだあった袋。まだ袋があったね。いただきます。はい、あ、これなんだろう。どうぞ。どう？美味しい？食べていい？いいよ、ゆっくり食べなさい。お水かお茶かもらえるみたいだけど、いる？いらん？お茶ちょっともらおう。あ、すごい、全部食べたね。どういうのにしようかね。柿ピザとかもある。あとはニンニクバター味と、グラタンと普通のやつ。グラタンがいい？ゼリーです。とんかつ。バー。してくらくらして僕醤油で食べられたい。醤油で食べられたい。醤油で暑いからね、この暑い気をつけてね。食べよう。いいよ、食べてもらうか。ああ、食べるついてる。いただきます。もうちょっと近くに寄せてもいい？いいよ。取っていい？それ一つ取っていい？それを食べる？あれないじゃん。3ぐらいしていい？いいよ。切れるかな？あ、切れた。おいしい。気になるんだけどね。これって何であるんだろう。これはね、スクイーザーって最近多いやつ。向こうにもね、お土産がいっぱいある。だいぶここなんじゃろ、ここ入ってみる？入ってみる、いいよ。なんて言った？いい猫。 Oh no! Oh no! あっち行ってみよう。どこにいる？次どこにしようかね。あ、父ちゃんちょっとおしっこ行ってきてもいい？え、どこにいる？トイレ。早く来てよ。分かった。待っとくって。分かった。じゃあここで座って待っとってくれる？え、ここ？うん。うん。今録画しようよ。好きなことしよう。イエーイ。今父ちゃんがトイレに行ったの。今は撮影ですね。ほら、こっち荷物。できた。次のところへ行く。ガチャガチャとか見に行きたいな。ね、あれなんだろう、あれ。これ？あれ、アンパンマンとか。この中も入ってみたい。いいよ。あ、あっちにもあるよ。見てくれたのがある。あ、すごい。これすごい。めっちゃすごい。めっちゃすごい。可愛いブレタマ。可愛い声。卵焼きと納豆が気になる。ほら、プニプニ。納豆もこれプニプニなんかね。プニプニなんだろうな。どれもいいけど迷うよ。あ、もうだけ1000円ですよ。あ、見て。870円とか。ちょっとこれ触ってみて。これも870円。ちょっとお小遣いが一気になくなってしまう。何かないんかな。安いものないほかに。あ、これもある。これも同じやつかな。ちょっと違う色が。あ、メーカーが違うんですか。どっちがいい？どっちでもいい。こっちが先に出した方が。ああ、元祖って書いてある。これは？これもなんか出てくる。鹿のうんちが出てくるやつだ。鹿のうんちともみじまんじゅうの違い。もみじまんじゅうね。これにする。これ出てくるのクリームだけどいい？じゃあこれを持っていくらしよう。はい、350円。お小遣いから出すから。これね、大きいお金、この紙のお金を出してちょうだい。紙のお金？うん、紙のお金で、これでお金払っておいて。え、これだけなの？うん。650円。はい。ありがとう。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。どうも。サングラス。いいのを買えたね。気になっとったもんね、それ。